どうも皆さん、こんにちは。ダバル手札全部捨ててが役リュウです。さあ今日はですね、占い魔女デッキやっていきたいと思います。占い魔女がこれいつだったっけ、スイちゃんがこのメガネカーリーのイベントで追加されまして、これ強いんですよね。あの占い魔女モンスターってのは大体ドローすると特殊召喚できるっていう効果ついていて、で特殊召喚に成功した時になんか効果発動するよみたいなモンスターが多いんですけども、まずこれ元々いたエンチャンっていうのは結構強くて、セットカードを破壊するっていうね、特殊召喚に成功するとっていう効果を持ってましたと。でスイちゃんはなんとですね、特殊召喚に成功するとこのカード以外のフィールドの表側表示モンスター以外の対象として、そのモンスターを次の自分のターンのスタンバイフェーズまで除外するっていうバカ強い効果を持ってるんですよ。これ強いんですよね。除外するんで耐性結構無視できるんですよね、破壊耐性を。だからまあ呼吸とかは対象取れないで無理だけど、ホムラガミとかああいうモンスターは吹き飛ばせます。プラナーズマインドできますから。で何がその強いかっていうと、まあ皆さんもよくご存知だと思うんですよ。リンクスやっている人であれば水属性なんですよ。水属性なんですよ。これ炎属性なんですよ。もう言いたいこと分かりますよね。もう言いたいことは分かると思う。そうだ、どうやら理解しようだな。これがデュエルリンクスだ。デュエルリンクスっていうか、まあ、OCG の方でも割と他のデッキは飲み込むっていう、まあ、重犯罪者なんですけども、アレイスターさんガン積みすると重犯罪、リンクス重犯罪法違反のデッキができますのでね、まあ、これを使って、まあ、融合していくと。であとはこれ魔法使いなんでね、こいつらは。だから、サイレントマジシャンも結構相性が良くて、普通にセットカードとか相手モンスターを除外した上でそういった下敷きにしてサイマジ出せるので、まあ結構強いと。であとは魔法使いなんでこうドロー加速にも使えますね。ワンダーワンド、ワンダーワンドを装備してリリースして2ドローっていうことができるんで、まあ結構強いと。であとはうちの小槌とか使って、まあ引いても出せるんで結構それもそれ強いし、まあ一枚だけちょっとおしゃれムーブで入れてるのは再放流っていうモンスターで、これドローすると特殊召喚できるチューナーレベル5なんですよ。だからここで、5と、まあ、2とか5と4とか揃うことあるんですよ結構。ドローして、まあ、あれね、フィールドに消火器を使わずにチューナーとチューナー以外のモンスターが揃ってるっていうパターンたまにあるんで、そういう場合は、まあ、ブラックローズドラゴンとか、まあ、バーミリオンも出せるので一応これも入れていますが、そこまで重要なギミックじゃないんで、一応おしゃれ枠でピン差ししてます。そんな感じですね。基本ギミックはまあ、お察しの通りこいつらで、ね、こいつらはまあ一応相手のバックとかモンスターを除去する手段ではあるんですけども、基本的にはこいつらで殴っていくというデッキになりますので、で一個ちょっとね納得いってない部分は、そのメガネじゃない方のカーリーで使ってるんですよ。これスキルがドローセンス闇っていうスキルで使ってるんですけど、こいつのスキルマジでロックなやつがなくて、ロクラスキルちょっとなくてですね、このデッキ使うのにちょっとしょうがないからドローセンス闇っていう犯罪者をサーチしてくるスキルを使っていますということでございます。早速、占っていきましょう。運勢をね、あなたのデュエル3枚。さあお相手の方、髪型カニ頭選手モノノベ。強いな。モノノベか、エンちゃんですね。だからモノノベはマジエンちゃん、レベル上昇権モノノベはマジでエンちゃん、エンちゃんじゃないスイちゃんか。モノノベ側のホームラガミはもうマジスイちゃん、スイちゃんを引きに行くしかない。俺はスイちゃん来い。ドロー。ここはあれはあれあれどうあれあれさんどうすか。デモンズチェン。なるほどそれはいいだろう、それが許しやろう、それが許しやろう。でここでワンダーワンドつけていく、リリースして2ドロー。あー強いよ。まあ、もう一枚あるんですよね。まあもう一枚あるんですけどね。で2ドロー、いけーはー、よーしいけースイちゃん、いけースイちゃん。そしてスイちゃんでてめえのカードは除外する。さらにサイレントマジシャンを特殊召喚、い
け。バトルするしかいかん。これ次取る意味ないな。これ次取る意味ないな。次くんのか、次くんのか、次くんのか、次6くんのか。いやーこれあれがやばい、あいつがやばい、なんだっけ、デーモン、デーモンだっけ、デーモンじゃねえや、ハデス、ハデスかもしれない。ちょっとやべえ、打点が、打点が足りん、まずい。今のあれか、人格でワンダーバンドをもう一枚装備した方がよかったか、もしかして。これマジハデスがマジでやばい。ちょっとハデスやめて、ハデス抜いてろ。もう月末ランク戦だからハデス入ってないっていうデッキであれ、ハデスだけマジでやめて。ちょそこはね、6シンクが別にいいんだ、もう仕方ないから、仕方ないから、いい、もうそこはもうしょうがない、それはもうそれはしょうがない。いやーいや、きついきつい、やめてくれ。くそ、うぅ、まあ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 、まあ、ここまで読んでた、ここまでは読んでいました、ここまでは読んでいました。あ、鍵物、あ、でもそれで、あ、でもまあ8死んだか、あ、死んではねえわ、危ねえ、死んではねえわ、死んではねえ、出したか、なるほど、死んではねえ。で、これディスティンドローしていく、サイドマシャン OK、 サイドマシャンで、スイちゃんの効果で戻ってきた、やばい、戻ってくんのマジやばいこれいけんの、こんなの、ワンダーバンドゲージやん、こんなの行くしかないけどね。ワンダーバンドで、ワンダーバンドで引いて、あっ、神ゲー、神ゲー、デュエルリンクスの神ゲーで、スイちゃん効果、ホムラガミ一生飛ばせばいいか、一生飛ばして、で召喚魔術発動、召喚魔術発動、なるほど、こことここ除外して、いけ、お願いします大先生そして、召喚魔術をデッキに戻し、除外されている、犯罪者を手札に加える。さあ犯罪者戻ってきた、犯罪者戻ってきたぞ行くぜ、大賢者ブルガトリオのラストフィニッシュ、ダメージステップ、犯罪者墓地送ってトン、よし、これがワンダーワンの運ゲーってやったぜ。対戦ありがとうございました。いやーこれさ、やっぱさ、これやっぱメガネの方で使いてえわ俺、メガネカーリーで使いたすぎる問題発生してる、メガネカーリーで使いて、三四郎マジでないんですよ、ろくなスキルがメガネカーリーのものマジでなくて、本当に、じゃあ知ってました、あのメガネカーリーの方の渚さんのあの着てるロング T シャツ、デュエルモンスターズのワールドのあの木馬くんと全く一緒っていう、全く一緒の T シャツ着てるっていう、なんかその買ってる服のブランド同じっていうね、そういう豆知識は、ありつつ、これは何でしょうかね、まあでも裁判したってるんで、まあ融合を止めれるんで、結構まあサイバーにしろ月光にしろ、まあ多分強いは強いと思うんですけどね、これね、この盤面やっぱりね、魔法とは強い、サイレントマジシャンはもちろん強いし、まあやっぱりね、重犯罪者、まあ、フュージョンサポートは別にいいわ、これは止めない、それは別に止めない、やっぱね、なんだかんだやっぱり、重犯罪者は強いね、やっぱりね、巻き込まれるよね、デッキが、サイバー領域、はいはい、いきなり撃っていく、プロトサイバーがいきなり出てくると、はいはい、なるほど、プロトサイバー出て、サイバードラゴンコア、なるほど、サイバードラゴンコア召喚し、コア発動か。まあ、サイバーロード止めればいいか、もしくはフュージョンゲート止めればいいから、まあ、なんとかなるけど、2回融合はきついけどね、普通に。サイバーロードは OK。2回融合されるのはきつい。2回融合だけやめてほしいな。サイバーロードフュージョンは止めざるを得ない。セット。セット。なるほど。うわー、つれー。オーバーフローありますよっていう顔してる。スイちゃん来た、スイちゃん来た、スイちゃんで、これで一応オーバーフローの
枚数はあれですね枚数はちょっと減らせますね。オーバーフローの枚数を減らすことができた。これは何、除外しても同じだけど、スイちゃんで、ここか、これ除外して、これ除外して、あ、でもこれあれか、これ今出さないで殴りに行った方がよかったか、もしかして出さないで殴りに行く問題もしかして発生したのこれ、もしかしたら、あー、これ今殴りに行くだけでよかった感あるかもしんねえな。一応こっちか、これは難しいこれ今殴りに行けばよかった。 S に多分ね2500で、で、あのオーバーフローで破壊されたら、レベル8で来てレベル8殴るみたいな感じの方がまだ良かったかなって思いました。今やってて、ね、すいません、ちょっと若干ブレ見た感じある。サイバネティックオーバーフロー OK、 オーバーフロー OK で除外して、はいはい、ニッカを破壊される。でサイレントマジシャンの効果と、サイレントマジシャンは破壊された場合お母さんを呼び出すことができる。手札が出てくる。クソ弱えこれめちゃめちゃに弱え、クソほど弱え。さあ、いけ、3500で続行。俺のバトルフェーズはまだ終わってないぜ。いいだろう、サイバーロードフュージョン。ただしサイバーエンドは出せねえ、サイバーエンドは出せねえ。除外されてるのは全部サイバードラゴンじゃねえからな。さあ、出せるのはせいぜいランページクレイなもんだろう。よし、いいだろう、ランページで打点勝て。何それ、何それ、何コンセントかなんかあんの、まさかそういうなんか意味わかんない。あぶねえ、終了。なんだ今の攻撃表示、なぜ攻撃表示にした怖すぎる。謎のあれか、コンセント、全力のコンセントブラフか。やめろよ、もうコンセント入んないってこと分かってんだよデッキに。なんかでもやっぱイメージ的にあれコンセントかなって一瞬思うことないですか。あのリミットもないから分かってんのに、あれってなることありますよね。そのこのリミット切り替わり前後ってやっぱ結構あるある、割とありえないカードをケアしてしまうっていう。さあ、これはもうだって積んででしょ、3500。これで俺次エンちゃん引くから。はい、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、パイナポーリューザー来たー、巨大決戦なんだこのデッキは。さあ、巨大決戦とかいうデッキにロクラデッキあること知ってるぞ俺は。なんだこのデッキは。お、ノーガードエンド来た、やべ、クソゲーの匂いがする。で、召喚獣じゃねえや、占い魔女スイちゃんを特殊召喚していく。そして、ワンダーワンドによってこれで俺はサイレントマジシャンを引きに行けばいいんでしょ。はっ、なるほど。召喚師アレイスターを召喚、召喚師アレイスターの効果を発動。そしてさらにワンダーワンドを装備、そしてワンダーワンドを装備したアレイスターをリリース。はっ、なるほど。再放流、ちょっと再マジしけないじゃないか、クソ。再放流出していく。で、あ、でも召喚魔術が2枚来てるんで、あ、これはまあ、だからよくわからんカードがなければ勝ちですかね。これ残しとくか。アレイスターと、スイちゃんで、はい、分回ってるよ、今んところ分回ってる。さあ、大丈夫ですか巨大決戦さん、巨大決戦さん大丈夫ですか。召喚魔術を発動していきますよ。アレイスターを回収して、そしてアレイスターを先にぶっかけて、アレイスターぶっかけしてからの召喚魔術。さあこれが、これが占い魔術デッキ、これが占い魔女デッキ。見てくださいこの盤面、占い魔女が一匹もいません。これが占い魔女デッキ。対戦ありがとうございました。何、何だこれ、何これ、心構えだと。貴様、意味わかんないカード入ってるな。これは戦闘で破壊されないんだっけな、確か、確かだな。あ、まあ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 、しょうがないか。戦闘で破壊されない、ただそれ守ったところでこれ、え、何これ負けんのこれ、これ、これでこれで負けるとか、マジでお笑いはやってんじゃないんだからさ。トゥーンワールド、なるほど、トゥーンワールド、トゥーンワールド、どういうこと。あっ、あっ。